皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。6月8日フレンドマルチやっていきたいと思います。ドラコさん、ピロシキさん、羊のケイさん、タツさん、品川マリエさん、ナーくんさん、クリムゾンルルルルさん、リバーさんやっていきましょう。タツさんとペア、お、ピンクピンクだけどちょっと違う兵法でした、残念。でもいいね、いろんな兵法でいろんな柄が見えるってさ、結構最高よねなんかこうやって種類がたくさんある分、なんかすごい遊んでて楽しいよね。目にもいいし、目にもいいっていうよくわかんないけど、目に鮮やかだし、でも同じキャラっていうね、そのでもスキルの違うっていうね、可愛さがあっていいね。痛いね、水色だね。あー、当てられた、ラッキー。あれ、違う違う違う、私もしかしてペアの方に当てたかな。一応それは申し訳ないんだけどとりあえずここ行って、ちょっとハテナボックス欲しいな。よし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 。あそこね、結構ね、ハテナボックス拾えなかったりする時あるからさ。てかさ、スタータイム終わんの早くない？さすがにちょっと今の終わんの早かった気がするんだけど、いや、そうでもない感じかな。あ、目の前にダラコさんがいる。ぶつからないようにしないとね、チョロプ危ない。お尻さん、何が出てくれるか。いや、ゲストはちょっと今いらんのよね。てかもう2周目か、早いな。よし、ここで何か新しいものをゲットしたい。3位内でゴールしたい。それは叶わないかな。なーくんさんが目の前にいる。ちょっと、あ、羊のケアさんもいるじゃない。ちょっと、いや、これお尻破壊したらやばいかな。危ない、巻き込まれるかと思った。それはちょっと怖い。あ、いいや、ラスト行こう。ね、待って、待って、ねえ、ちょっとそのバナナなきゃ私はもしかしたら上の方でゴールできたかもしれないのに。1位青ペア、セカンドレースやっていきましょう。ちょっとさ、普通のハート兵法とさ、バナナどっちがいいかなって思ってさ、多分ハートの方がいいんだろうなって思いつつ、私忍者兵法、この忍者が引けた時めちゃくちゃ嬉しかったんですよだからちょっとこのバナナでやろうかなって思って。いや、でもね、他の兵法も使っていくのもありのかなって、ありなのかなっていうね。なんか最近日本語がさ、ちょっと不自由になってきちゃって、一文字抜かすとかね。でも日本語って一文字抜かすと結構大変だからさ、まあ、そういう感じで最近実況やってるんだけどま、気づいてる方は気づいてる。最近私のこの語彙力の衰えとかね、あるねっていう、やばいね。まあ、でもね、まあ、それも踏まえてちょっとね、最近また本読もうかなって思って、で本読むと何がいいかって、語彙力が増えたりとかするんですよ。あと知識ね。いや、いいですね、キラー、キラーちょっと使って前に行きたいな。よくわかんないからね、この道ね道が難しいから大きくなっといて。やばい、バナナ配ってる人がいた、今怖すぎ。あ、いいですね、赤コーラ2個。ちょっとタツさんとは違う方向に行こう。違う方向に行くことでカバーできる点があるかもしれない。いや、待てよ、一気に6位とかになっててビビるな。違うって、タツさんに当たるの？あれ、同じチームの人に当たらないみたいな話じゃなかったっけ。あ、それとはまた別の話になっちゃってる感じかな、このマルチ。いや、それはやばいぞ。でもタツさんのお尻を守っていく、私はこの赤コーラとジャンボバナナで、私はタツさんのお尻を守っていこうと決めたけれども、とりあえず、いや、いけるっしょって思って。ね、なんでなんで守ろうとした瞬間に、すごい、バナナ道だ、ここ。バナナ道、バナナ道、美味しそう。いいね、バナナジュースをそろそろ作る時期が来ましたね。バナナと氷、まあ、凍らせたバナナでね、やってもいいね。いや、砂糖多めの甘いやつがいいな、ということでフィニッシュ。5位でゴール。1位青ペア、よし、ピンク兵法。あれ、待って、緑チーム1人欠けてた、もしかして。いや、ピロシキさんのペアがもしかしたら相方さんがいない可能性があるっていうことで、最後ね、ハートの方のピンク兵法で合わせてはきましたが、もしかしたら合わない可能性が、合わない可能性はなかったのよ、合ってたのよ。あのね、緑が一人欠けてたからさ、それちょっとかわいそうだね。じゃ、ピロシキさんのサポートにも入ろう。なるべく一人欠けた時は一人の分もね、補っていくような動きをしたいと思いつつ、1位で乗っている。いや、マジでね、ここのね、ところはね、私も必死なのよ、このコースでもウォータースライダー思い出すね、ここの道は。いいね、ウォータースライダーとかもう何年も乗ってないけど、いや、下手したら十何年かな、乗ってないんだけどさ、いや、怖いじゃん、ウォータースライダーって。なんか着地する時の感じよね。いや、なんかジェットコースターもそうなんだけど、私苦手なんですよね、あのスピードがあってふわってする感覚とかね。だからジェットコースターももう何年も乗ってないんだけど、痛いな、怖いよ、みんな。よし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 、誰か引っかかってくれたかもしれない、今の私のクラクションに。そ
そう、皆さんは夏となったらプール海あると思うんですけど、どっち派かな、プールか海かみたいな。私は断然プール派なんですよね。でも小学校の頃はジョーズがトラウマすぎて、あのジョーズってあのなんていうの、ジャーンって出てくるじゃん、かわいいねこの甲羅。私はプールの底がパカって開いたら海に繋がってて、海からそのサメが上がってくるんじゃないかっていうね感じでね、まあ思ってました。めっちゃ恥ずかしい。ほら、1階のプールと屋上のプールってあるじゃん、1階付けのプールだったんですよ。でもその1階付けのプールの時にそうやって思ってた。1年生か2年生ぐらいの時かな。めちゃめちゃ怖くて、これ入ったら下開いてさとか言って、サメ出てこないみたいなこと言ったら、出てくるわけないじゃんとか言われたから友達に。いやもうこの話してたらゴールですよ。1位黄色ペア、最終結果、1位青チーム、おめでとうございます。では2回目お部屋建てました。入ってきてくれるかな。なーくんさん、過去モニョモニョさん、モニョモニョなんだろう。ピカイチさん、品川マリエさん、ドラコさん、リュウグウレナさん、クリムゾンリバーさん、ピロシキ様さん、ありがとうございます。ドラコさんとペア、何色かな、赤でした。あれ、おとクッパが混ざってたような気がしますが、目の前クッパ、そっか赤い兵法か。私もな、爆弾身に巻きつけていきたかったところではある。ちょっと次は合わせよっか、赤いやつで。いいですね、このさ、兵法って何がいいかって、お尻壊される。このね、 UR もそうなんだけど、まあレアとかね、ノーマル、そこにもねいるのがいいんだよね。すごい素敵、この誰でも使えるキャラがねあるっていうのはすごい素敵なことだと思うのよ。なんでこういう話になったんだろうね。あ、そう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 、今までね、ノーバル縛りとかレア縛りっていうのもやってきたんだけど、そう、こうやって今回キャラでの縛りをして、ま、次やるやつとかね、ま、リベンジでね、ま、使える種類のキャラを使っていきたいなって思ったね、今ね。こんだけさ、いろんなみんながいるんだもんね。ま、なんか合わせるのもいいけどさ、なんかできるだけのスキンを使ってのマルチみたいな。痛いなぁ、トゲピー、それ今のタイミング違ったと思うの。トゲピーにぶつかられたけど、もう終わりが見えてる、やばいよ。ちょっとここで使ってどんだけ前に行けるか。いや、そこ乗れなかったか、やばい、なんか怖い。うー、そう、バナナの先っちょに当たる。6位でゴール。1位黄色、なーくんさん、よーし、赤兵法できました。っていうかさ、もうそもそもの話よ、色替えしたでしょ。色替えはダメ絶対。ちょっとさっきのところではね、気づかなかったんだけど、青チームが3人なのよ。最後のさ、画面でさ、黄色チーム1人、あれと思って、なーくんさん強いからいっか。嘘嘘、なるべくなーくんさんのねフォローにも入っていけたらいいなと。アンバランスになってしまうとだいぶ困るからね。よし、私のこの爆発でみんなが巻き込まれていく。いいですね、ここを落としといて、私お尻もらおうか。何が来るかな、いいね、甲羅2個、甲羅2個あればとりあえず2回は回避できる。まあ、サンダーとかね落ちてこなければなんだけど、ゲッソタイム来たー。まあ、地味に困るときはね、こういう風なさ、ハテナボックスの時だよね。ハテナボックスの時にこうやってなんかゲッソで前見えないとかなっちゃうとさ。おっと、ドラゴさんがいました今。いいね、怖い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 、嘘、ごめん、当てたかな、ごめん、違うんだよ、当てたかったわけじゃないんだよ。いやでもね、黄色チーム後ろになーくんさんいるからな、いや強いわ、もうこれ完全にさ、一人でいいもん。あ、でもさ、こういうの考えると、なんかペアチーム、ペアチーム、ペア戦じゃなくてさ、なんか、それぞれ一人でっていうのも楽しそうな感じはするよね。4位でゴール。1位、なーくんさん。では、ファイナルレースやっていきましょう。いいね。かわいいね。ちんまりしてる。もうこの兵法たちのちんまり具合が最高よね。なんかミニミニな感じでかわいい。なんかでっかいキャラがいないっていうのがさ、これまたなんか素敵よね。やっぱさ、ちっちゃいってかわいいじゃんね。見てかわいい、今の感じめっちゃかわいかったよ、並んでてさ。いいなぁ、なんかちっちゃいキャラ縛りとかもやりたいね。あ、ベビー縛りとかね、ベビー縛りも良さそう。ちょ、痛い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 、怖い、何が来る、お尻、よし、甲羅、まあコインじゃないだけ全然いい。
そしてここの道ちょっとまだ覚えてないんだけど、なんかさ一気にこの数ヶ月新しいコースが来た感じがするよね。ラッキー、一等いたよ。さあ何来る。あーここで、いや今あつつつつなんかすごいごちゃごちゃしてるんだけど、ドラコさんに今私跳ねられて系かな。ちょっと華麗にねバナナを回避してどんどん前に。ここきつ、怖っ。なんですごいじゃんみんな。ちょっと今8位なんだけど、よし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 、もしかしたら私は7位でゴールができる。いやまだ前に行ける可能性が残ってる。あーキノコか、ここ乗れる。乗れねー、ミスってる。これやばい。足長マリさん、お尻に凍らされる。あ、待って、これ8位でゴールじゃない。うわー、順位が確定しました。1位、緑ペア。最終結果、おなーくんさん、おめでとうございます。よし、次やっていきましょう。これラストかな。品川マリエさん、羊のケイさん、リュウグウルナさん、ナークンさん、クリムゾンリバーさん、ピロシキ様さん、ピカイチさん。しょっぱな噛んじゃったな。ではファーストレース、ちょっと違うやつにしようか迷ったんだけどさでもナークンさん黒だったからな、次黒でいくか。ちょっと合わせていきたいよね。なんかペアでさ、綺麗にさ色が揃った時も綺麗なんだろうなって思うんだけど、なんかいろんな種類がいるからこそのカラフルなマルチになってもいいなともちょっと思うよね。いいね、私今のところ1位だよ。この1位を最後の方まで持っていけるかっていうのがポイントもんだからね。あ、これ使って、いいよいいよ。で前に行きたい。やばな、1個か、やばい。フローズンだ、フローズン兵法ですよ、フローズン兵法。おなかさんが前にいる。頑張るから、私頑張って前に行けるようにするから。あ、やべ、ナークンさんがすっげーさ爆弾撒き散らしてた今。怖い怖い。ここバナナ落ちてるから回避する。なんか目の前にさペッて、お、怖い怖い、ペッて今みたいにバナナされた時がめっちゃ怖い。あれ恐怖よ。うわー、ちょっと前行きたいな。これで前投げて、あー羊のケイさんお尻持ってたか。よし、ジャンボバナナ落としとく。怖い怖い怖い。逃げよ逃げよ、もう前行って逃げよ。よし、あ、でもこれ2周目じゃん。早い早い、めっちゃ早いな。ここやばい、お尻守れるか。よし、ゴール。ないだ。あれちょっと長いかな。おお、3位で確定。1位、オレンジペア。ではセカンドレース、よし、始まる。やっていこう。カラフルなコース。このマリオカートツアーってさ、結構カラフルじゃん。原色多めだったりするので、目にね、鮮やかだよね。すげえ思うもん。ここ見たときに、なんかこれこそ夢の国みたいな感じ。あれさ、ユニバーサルスタジオジャパンだっけにあるよね。あのマリオのところ、行ってみたいんだけどさ、引きこもりとしては行きたくないわけ。しかもさ、絶叫とか、なんか、ああいう風なランド系がさ、苦手なんだよ、人いっぱいいるから。だからさ、あんまり行きたくないなとか思うんだけど、まあでもね、なんか結構お土産とかいただくんですけど、そういうの見るとうわー、行ってそうやってお買い物したいなって思う。私ね、ディズニーランドとか行っても基本的に乗り物乗らないから、あえてショッピング巡り終わるんですよ。やめて、いや、めちゃめちゃつまんないやつでしょ。だからね、あまりあの人と行きたくないんだよね。だから親戚と行って子守りするとかなら全然いいの。やった、ラッキーだったね。今使っといてよかった。昔とかもなんか普通になんか品川のさあるじゃないですか、なんかあるじゃん品川にさ、名前忘れたけど、あそことか行った時も基本的にずーっと子守りしてる感じだったからな。だって子守りの話で終わったし。1位、黄色ペア。うわー、ナクンさんと最後まで色が合わず。なんか次黄色縛りとかピンク縛りとかね、青縛りっていうのもやってみたいな。なんかカラー縛り、色縛りっていうのがねめちゃめちゃ面白そう。なんかさ、ノーマル縛りとかレア縛りとかっていうのはやってきたけどさ、色で縛るってやったっけ、わかんないな。結構ね、みんなさんフレンドマルチ参加してくれてるからさ、わかんなくなっちゃうわ。何縛りやったっけみたいな。いや、これラストのね、コースだからね、なるべく上狙っていきたいよ。なーくんさんが目の前にいる。モニョモニョって何なんだろう。モニョモニョってあれか、これの感じか。この兵法のさ、手の動きみたいな。モニョモニョした動きってことなのかな。いや、あとずーっとさ、
触れよう触れようって思ってたんだけどさ、どうでもいい話ばっかりしちゃってたわ。モニョモニョって確かに動くもんね。で、目の前に田中裕太さんがいる途中参加ですね、ありがとうございます。で、リュウグウレナさんがいる、私はこっちでショートカットしていく。やばい、ちょっと喉が痛くなってきた。声張りすぎてるかもしれない。目の前には羊のケイさん、いいですね。ヘイホー大好きさんをちょっと転ばせて失礼。で、私はちょっと前に行く。なるべくね、もうこの3位でゴールっていうのをフレンドマルチでやっていきたい。いやー、できるかな、できると思う。みんなこれでもさ、今1位だよ。このまんまゴールすることができれば、よし、このままゴールで1位だ、イエーイ。あ、違う、2位になってる。いや、ナー君さんに最後抜かされたの、すごいな。1位オレンジペア、最終結果オレンジペア、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、今回もご参加してくださった皆様、ありがとうございました。いやー、平方縛り楽しかったな。またいつかヨッシー縛りとかのね、リベンジもしていきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。